はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はドラゴンクエストライバルズやっていきたいと思います。で、今回なんですけども、デッキの方は、魔剣士ピサロさんのデッキということで、デッキタイトルはピサロのナイトということで、ピサロナイトを強化する魔界の磁場っていう特技カードかな、これを使ってピサロナイト強化して、ピサロナイト出しまくって押し切っちゃおうっていうデッキでございます。はい、まあ、ツイッターでピサロのね、ピサロナイトのデッキをちらっと見て、面白そうなデッキだなと、真似できるかなとやってみたところ、まあ持ってないレジェンドカードだったり、ゴールドレアカードだったりがあるので、まあ今作れるレベルでやってみようということで作ってみました。まあ入ってるレジェンドカードっていうのが、まあマデサゴーラと、まあ英雄カードはね、チケットでもらえたやつなんですが、フローラ体力を回復しつつ、ドローゼロコストでできるっていうレベル1のねスキルがめちゃくちゃ強いです。ただそれだけで入れてますということで、やっていきましょうか。レッツエンジョイピサロのナイト。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。さて、お相手さんはククールさんですか？ごめんなさい、ククールさんは増殖デッキしか知らない、まあ、たまにドラゴン系も見るかなといったところですが、力の解放は返して、魔界の磁場はキープと。高校だからもうちょい低コストのカード来てくれてもいいなよ失礼しました。お相手さんのカード交換を待っています。まだですか？さあ、うん、ちゃんと手札交換してるのでボットはないね。よしよしよし。おや、最初から何か、英雄カードね。ロトの血を引くものが出てきましたと。まあ、こっちはフローラなんで、ユニット出せねえんだが、俺のターンだ。このピサロナイト君は、魔界の磁場使う時までキープしていきたいですね。さて、お相手さんはどうなんだろうね。ロトの血を引くもので、どういうデッキなんでしょうかね。アグレッシブ型だったらククールはないしね。とりあえず、フローラさん。本当に、魔王さんなんですか？魔王さんなんですかって、一応ピサロさんです。かわいいやないのつってな。初めて使います。ビアンカがね、花嫁衣装、まあ、ウェディングコスチュームっていうのかな。あれで、錬金石で買えるよってイベントやってたから、一応買ったんですよ。ただ、使ってない。花嫁はね、あと、デボラさんだけ持ってないんですけど、デボラ手に入れたら僕、どうせね、魔法使いのデッキ使っちゃうから、もう、やめときますやーべえな、とことん動けてねえんだが。このデッキ3分の1は2コスト以下が入ってたはずなんだけどね。2コスト3コストあたりがおかしいですね。あー、久しぶりに見たドラゴンかな。お相手さんはドラゴンカードがいっぱい入ってそうですね。まあとりあえずここは磁場、魔界の力をここに。ピサロナイトが強化され、一体出しつつ転生スキルでもう一体。ただこれだとまだお相手さんの、まあ、ククールだとあれだね、ミラクルソードで取られちゃうので嫌なところであるんですが、王女救出ってことは一体を取ってくるかな。え、無視？あ、無視ですか。そうですか。一体取って回復するのかなと思ったけど。そうですか。であるならば、この毒アホウムシで、ポイズン、毒状態にして、元気な方のピサロナイトで一発殴りますと。これでお相手の体力が1になるので、ターン終了時の毒ダメージで死ぬと。で、残り 4MP は、死者の魂でもいい。PP 加速と、あ、MP 加速といきましょう。 MP を加速するカードも結構入れてる方のデッキですので、ランプに近いデッキかな。
ランプップですよ。ピサロの手先は、供物だったり、魔王への、なんだっけ、生贄あの、左から3番目のあのカードね、モーモンが死んでるやつ。あれで、ドローを狙いたい。かつ、ピサロの手先をやって、ピサロナイトを出したいってやつなんですね。お相手さんのロトの血を引くものが、いい感じにマックスまで上がりましたが、どうでしょうかね。お相手さんかなりきついと思うぞ。ピサロナイトの攻撃力が4まで来てるから、これどれに当たっても3、まあ、そっか、よ、そっちですか。回復します？あ、回復はすると。さすがにね、ピサロナイトこっから量産していきますので、お相手さんその判断はまあ、いい判断だったのではないでしょうか。はあ、こっちはピサロの手先。で、こいつ絶好調ですね。で、死んでもらいます。少しは役に立ってみせろ。出た！あのピッカピカのナイト。あのピッカピカのナイトも結構いいんですよ。ただここはちょっとコスト上足りないのでテンション上げて殴って終わりましょう。あのベホイミスライムはあのこのゴール、金色のやつですね。ゴールデン金色のピサロナイト、金色のさまよい鎧、さまよい鎧の色違いって多いよな。黄金兵長だったりカンタタの古文とかいうやつでオレンジ色もいるでしょ。え、あ、まあユニットの除去に回してきたのか。テンション上げってことはまだは王女の愛は使わない。有利トレードっていうよりは自分からダメージを食らいに行く。いや、まあどの道攻撃されるんだったらこっちが攻撃して倒すっていうのはいい判断ではあるんでしょうけど、お相手さん体力12だよ。出たアドン。これ何の作品に出てきたアドンなのかわからないんですよね。アドンなのかっていうか、アドンって誰？ドラゴンクエストはね、9までしかやってないのでわかんないです。マデサゴーラ出して、次の黄金兵長でガツンといきますか。ベホイミスライムも次多分死ねるでしょ。マデサゴー、創世の女神への挑戦者である。創世の女神への挑戦者なんだね。アックスドラゴンは取っておきつつ、ベホイミスライム相手の顔。何笑ってんねん。どうするんでしょうかね、お相手さん。これマデサゴーラは前にいるピサラナイトが守って、ブラックドラゴン勝ったくさくね。いや、まあ王女の愛で回復。何にするかな。諦めたのか。まあいいや、とりあえず勝ちです。まあピサラナイトの圧ってすごいね。おいおい、ピサロナイトの圧すごいわ。これ攻撃力4のユニットがいるだけで結構圧迫できるというか、圧力かけれるというか、すげえ楽しいね。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。